じゃ。こんにちは。じゃって。こんにちはだよ。ありがとうございます。はい、今回はですね、里崎さんに来てもらいました。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ね、はいはい。あ、なんでマリンズのユニフォーム着てんの？今日この前楽天だったよな。楽天ファンっていうのはもちろんなんですけど、ちょっと今日里崎さん来るんでマリンズにしてみようかな。持ってたね。今年の開幕戦でこれいただいたユニフォームなんですよ。あ、そう。楽天対ロッテ、まあ、ロッテ対楽天で楽天応援しに見に行ったのにそれはもらってきたんですか。あ、そうです。ダメですよ、ね、もらえるもんはもらいますよね。いや、もらわないですよ。もらわない。愛がないですよね。愛がない。え、本当ですか。だってホームランボールでも取った人は敵陣だったらもう投げちゃうよ。え、本当？うん、この間そんなもらって嬉しいんですか。だってファンでもない、ファンでもないのに。え、ロッテも好きです。ロッテも大好き。好きなんですか。好きです。じゃあ今のじゃあ今のレギュラー1番からちょっと全員言ってほしいですよね。好きなんだったら。え、意地悪。ちょっと待ってくれ。ちょっと言って1番、今ロッテの1番誰ですか。1、2、3でいいよ。じゃあ荻野貴司。じゃあ2番は。正解。2番。ちょっと待って、2番今誰なんだろう。鈴木大地。じゃあ3番。あー、汗かいてきた今。すごい汗かいてきた。3番ちょっと待って。アジア。はぁはぁはぁですか。まあ、合ってますけど。まあまあまあ。鈴木大地は今3番打ってるよな。あ、鈴木選手が。そうそう。昨日は3番だったんですけど、はい、でも、比較的1番、荻野、2番、鈴木大地、まあね。で、3番、中村で、では、角中帰ってきて、角中3番になったり、はい、まあ、そこら辺は流動性です。はい、そういう感じですね。はい。いやいや、佐藤さ、はい、もういろんな経験してきたじゃん。はい。まあ、WBC も世界一になったりとかさ、もういろんな選手、いい選手も、うん、見てきたでしょ。はい。その中で歴代のベストナインをつけるとしたら、うん、ピッチャー誰だ。ピッチャーも上原さんですね。おお、どういうとこが。僕が受けた中で一番良かったのが上原さんですもん。もう構えたところにビタビタきますし、変化球もストレートも意図としたところに投げてくれます。ああ、そう、はい、最高。最高っす。初めてですもん、これ打たれたら完全に俺のリードのせいやなと思ったのが唯一無二の一人です。じゃあもう緊張した。緊張はしなかったです。いや、でも自分のせいだって思ってリードするわけでしょ。はあ、だからずっと絶対来るから、はあ、ずっとバッター見れるんですよ。だからすごい楽だったです。だから選択肢何でもいけんですもん。だからずっとバッター見て、バッターの変化を見逃さないようにして、こっちの心配一切ないんですよ。ピッチャーの心配はな、はあ、だから意識はバッターだけでと状況だけでいいんで、すごい楽だったです。だって楽だから顔打たれたら完全に俺のせいやなって笑って思う。あ、ちょっと待てよ、はい、受けてそうだろ、はい、バッターに入ったら誰。バッターに入ったらもうビビりますよ。誰知ってるかどうか。豊さんがこれまでクイズですね。はい、そうですね、はい、楽しみ。やっぱりね、グリーンですよ。なんだグリーン。知らない。誰だよグリーン。グリーンがすっごいめちゃくちゃ全然打てなかったんですよ。もう1年で25、6打数1安打とかだって。もうグリーンがいなかったら3割バッター慣れてたんですよ。マジか。はい。いや、どこのピッチャーだよ。日本ハムです。楽天、日本ハム、あと横浜もいました。交流戦で MVP も取ってるんですよ。え、いつグリーン、ライアングリーンっていう。2007年とか7年はいましたね、日本ハムに。あれ、いたんじゃない。じゃあ楽天からですよ、ライアングリーン。私2012年ぐらいからしか見ない。遅い遅い。若いからな。すっごい良かったですよ、僕の中では。全くタイミングがなくて、障害打率も多分1割ないだろ、あるかないかぐらいです。本当シーズンだって27打数1安打でしょ。はい、だからシーズン1年間対戦して1本か2本しか打てないんですよ。やったら投げてくるんですよ。しかもだからダルビッシュ、グリーン、武田正人とかいたんですけど、短いね。そっか、うん、よく投げれたね。で、キャッチャーだろ。キャッチャーはやっぱ谷繁さんですね。僕はもう見てる、僕古田さんを生で見たことないんですよ。ああ、そういうことか。はい、だからそのもう交流戦戦った時はもう代打俺の時だったんですよ。ああ、だからもう晩年だったんで、ちょっと自分の目で見てないんでなんか評価しがたいんで、やっぱ僕の目で見た中ではもう繁さん一番。どういうとこがすごかった。まあ、取ってから早いですよね。めちゃくちゃ早いよね。はい、あのステップワークと。いや、佐藤も早かったよな。やっぱしげさんのやつ勉強して、あの研究しました。で、力が程よく抜けた、ね、あ、そうそうそう、全力とか投げないで、力まないもん、ね、全力で投げないで、もう取ってからの速さだけで勝負するっていうの感じだったもんね。あの、ドラえもん体型は速いらしいよ。そうなんですか。しげが言ってたもん。そうなんですか。手足が短い方が小さく動かせるから速いって。
手足も短いけど指も短いどれも確かに短いだじゃあファーストはファーストは松中さんですね。やっぱすごかったっす。あの三冠王の時は平成だよな。はい、もうインコースのストレート、インコースのストライクゾーン投げれなかったっす、怖くて。ああそう。もうインコースはボールでなんとかアウトコースの出し入れでっていう、あのだって今のヤフオクドームの左中間に入れますからね。まあ確かにね、はい、いや本当すごかったっすよ。まあ当時もあんまりボール飛んでないもんな、はいはいはい、時は本当すごかったっす、松中さんは。セカンド、セカンドは若干悩みますね。あ、じゃあ飛ばそう、はい、あとでね、はい、ショートはね、うん、なんでお前ショート行くんだ。サードですか。普通サードや順番的にはそうだ。あ、そうだね、4の次5で、そうね、はい、サードはやっぱりね、小笠原さんですね。あ、ガッツ、はい、もうすごかったっすね。やっぱすごかった、はい、本当すごかった。まあ、2年で首位打者取ってるしな、パ・リーグで、はい、ほんとすごかったっすね。え、どういうとこ。あの、インコース強いくせにアウトコース待っててレフトに打つんですよ。でもさ、やっぱキャッチャーのリードとしてインサイドを打たれるっていうのはちょっと嫌なの、そこが強いっていうのは。さっきも松中が、うん、ホームラン、ホームランあるんで。ああそういうこと。ホームランなかったらガンガン攻めれるんですよ、インコース強くても、ね、でもホームランあるんで、どっちが確率高いかっていうとインコースのホームランの方が明らかにこのバット2人は高いんで、アウトコース出し入れしなきゃいけないんですけど、小笠原さんの場合はアウトコースを狙って踏み込んで打ってくるんで、インコース行かざるを得なくなるんですよね。だから後手、はあ、だから後手に回らないように、だからそこ駆け引きですよね。だからそこが難しかったですね。ショート、ショートはやっぱ松井和夫さんですね。ああ結構来るね。おって言うけど楽天じゃないからね。セーブですけど、もともとね、おじゃないんだよ。いやいや、もう楽天にいた選手もおって感じですから。まあでもいい先生になったよね、うん、いやそうですね、加藤が入って楽天でね、はい、もう西武行っちゃって本当悲しかったですもん。いい選手いるなぁ、うん、で松井さん、あ、いいですか、いいよ。筋肉こんなムッキムキじゃないですか、うんうん、めちゃくちゃ変色なんですよ。なんで見たの。いや、ビールかけの時にもうランニング、こんなランニングで登場してって、うん、もう筋肉自慢ですよ。それがどうしたの。なのにめちゃくちゃ偏食で野菜一切食べないらしいんですよ、うん、あんな奥さんがあんな30品目のご飯作ってんのに、うん、だから頑張ってんですかね。野菜めっちゃ嫌いらしいですよ。でも野菜もめっちゃ出てますよ。出てますよね。あれ何なんですかね。じゃあでもあれバイキング形式なんで食べてないんじゃないですか、うん、食べてないもの出すんですか。はい、それは何のためにすごい詰めてくるじゃないですか。いや詰めるよすごい。いや俺は詰めるにしたら、はい、筋肉質が好きなの。あ、でもないよりはあった方がいいじゃないですか。こうムキってしてる方が好きなの。あ、でももう細いよりは大きい方が好き。それも筋肉があって。まああったり、まあでも筋肉の上にちょっとの脂肪がちょいついてるぐらいがいいかなみたいな。お、じゃちょうどいいですね。よかったね。ちょうどいい。いやいや、よかったよ。いやいや、気使ってるよ、絶対気で、レフト。レフトっすね。レフトやっぱ和田さんじゃないですか。ペンちゃん、はあ、すごかったっすよ。いや、やっぱりいいバッターだよ。首位打者は取ってるし、三振しないっすもん。でも三振するイメージだけどな、振るから、はあはあ、でも三振しないっすよ。しないんだ。 したら、あー、でも谷さんも良かったっす、そういえば。谷は天才的だったからね、はあ、谷さんもすごかったっす。三振しないっすもん。タニウのあのタイミングの取り方って天才的だよ。僕あの真似しようと思って、あのゆっくり振ってんのにすごい飛ぶだけ。キャッチャーとしたらどっちがいいの。ベンちゃんとあのタニウを迎えた時、これ正直言っていいですか、うん、もうオリックスですか、うん、やっぱあの負担が少ないんですよ。まあ、ここで打たれてもっていうことだろ。全体的に見てだろ。すごいですけど言うねお前。いやいやいや、事実に基づいた。いや、そらそうで。嘘を言ってないですよ。正直は良くない、はあ、で、和田さんはかぶれられたり、周りもえげつなかったんで、やっぱその神経使うじゃないですか。で、ドラゴンズ行った時も、うん、タイロン、ウッズいたりとか、うん、森野いたりとかして、周りもすごかったんで、そのずっと気使う中の和田さん、きつかったですよ。あれが、西武と中日じゃなかったら、うん、まだ、その、プレッシャー低かったかも分かったですね。なるほどな。はあ、じゃあ、ベンチャーになるか。そうですね。他に何、センターって外野手3人でいいんだよ。外野手一郎さん入れるんですか。いや入れてもいい。じゃあ一郎さんも絶対対戦してるでしょ。対戦してないんです僕。対戦してない。一緒のチームになったことはありますけど、うん、だから対戦は2001年か2000年かなんかの
2軍のオリックスを2軍の施設で行われたオープン戦の1打席だけ体験しました。受けたの、はい、どうだった。いやでもアウトになったから、でもそんな1回じゃ分かんないですか、しかもオープン戦で。でもオーラがあるでしょ。何気にでかいなと思いました、この体が、はい、もっと細っとしてんのかなと思いましたけど、うん、じゃあ一郎抜こうか。え？本じゃなくて一郎抜こうか。ああ。あと2人、そうしたら。あと2人。外野、そうっすね。なんか現役はいないんですか？今の現役入ってこないんですか？誰がいる？誰がいる？誰ですか？誰ですかって言っても、それはもう里崎さんの目で。いやちょっとヒントくださいよ。いっぱい思いつかなくて、あーいたっていうのがあるかもわかんないじゃないですか。思いつかない。柳田選手とか。おー、そういう。でもファーストって小笠原にしてるけど、あ、松中ってしてるけど、まあ松中か、いや内川とかもいる。三冠王、まあそりゃそうだな。で、あと2人がやる。外野は他、柳田とか、柳田、あと秋山。秋山、うん、おー、秋山いいですね。秋山はいいよね、うん、秋山入れときましょう、センターにね。センターにね。じゃあ柳田は入らないってことな。もう一人歴代にいるかもしれない。歴代だからね。そんなもう外野とかクソ踊りますもん、そんなこと言い出したら。 で、ね、でも出てこないじゃん。よかったなっていう。あんま相手してないんだよ、外野手。いやいや、そんなことないですよ。あとすごかったのは、まあ稲葉とかもいる。あ、そうですね、稲葉さんを一番最初に思いついたんですよ。あと新庄とかもいるよね。あ、でも新庄さんはあの派手さはあったっすけど、やっぱ主役じゃないですよ。穴はあったよね、お客さんね。だからこう、6番とかにいたら嫌ですよね。守備は本当に深い人だったんで。でも6番だったら他にもいっぱいいい選手だよね。だからまあそうですよね。あ、松井秀喜さんもいますね。おー、やっとセリフ来た。いや、そら、いや、俺佐藤と話してたらパリーグのことしか頭になかった。いや、ずっとだってパリーグばっかり。いや、セリーグの外野手だったらたくさんいるよ、お前。いるんですけど、対戦してないから。じゃあもう、和田さん、秋山、松井秀喜さん、イチローさんもいないんだったら松井秀喜さんもいないですよね。確かに。あとセカンドっすね。あ、セカンド、あ、忘れてた、そうだそうだ、セカンド、いたかな、すんごいの。動じないね、お前。セカンドって。セカンド、誰、すんごいのいたかな。出てくるか。辻さんとかやってないのな。やってないんですよ、うん。もう佐藤はさ、お前小さい頃野球はやってたけど見るの大嫌いだったろ。はい、あ、僕野球あんま見たことないんですよ。そうだろ、お前大体そういうタイプだろ、はあ。でも好きな選手とかはいたんですよね、小さい頃から。いや、特にゲームで。ゲームだったら、ね、こいつは外せないっていうやついたろ。外せないっていうか、もう圧倒的にジャイアンツが強いじゃないですか、うん、ゲームの中でも。ジャイアンツが強いけど、そこでセカンドは誰使った。え、昔守備とか変更できなかったっすよ、外したとか。マジで。はい。え、そしたらその時のセカンド誰だった。塩塚さんですよ。おー、うん、いやだから巨人の選手しか知らないですよ。んー、キャッチャー山倉さんでしょ、うん、で、ファースト。あ、それは巨人を使ってたんだろ。はい、僕他の球団のこと、僕ロッテ入るときロッテの選手誰も知らなかった。いや、大体そんなもんだ。え、そうなんですか、うん、はい。え、じゃあロッテ入団決まってどんなお気持ちですかって聞かれて、なんて言ったんですか。いや、プロ野球選手になれたことが嬉しいですよね。ああ、まあそうかそうか、うんうん、ロッテの印象はとか聞かれませんでした、うん、18連敗したっていう印象があります。それ言ったの。言ってないです、心の中では。はい、セカンドは置いときましょう。